にちは。みおです。さくらです。ゆりなです。はい、今日はですね、なんと3人で GU の2022ウィンターラウンジウェアの展示会に行きました。もうね、店内が可愛すぎてチラッと見えてるんだけどね。もうすでに可愛いのよね。見ていこうと思います。せーの、よいしょ。可愛い。この靴下も GU ですよね。なんかさ、子供パジャマみたいなのがさ、大人バージョンになったみたいな。可愛さあることない。って耳ついてるもん。これで足元撮ってインスタ載せたい。可愛いみたいな。なんかさ、去年もさ、可愛い。この色。耳つき去年もめっちゃ流行ってた気がする。ね。ね。うさ、最近ってか、そう最近。え、そうじゃない。可愛い。可愛い。ふわつね。これ気持ちいい。ふわふわであったかくてさ。その色さくらちゃん好きそうだね。可愛い。本当に本当だ。だって私冬のスリッパ結構大事なのよ。わかる。履きやすそう。いいねこれ。気持ちいい。ね。ずっと触ったい。見て。なんか絶妙な色。さんこの色絶対似合わない。ね、確かに。みんな3人でほら。ほら。ほら。可愛い。くまさんとかつけちゃって。これって猫じゃない？ヒョウか。ヒョウ？猫耳だよ。クマとウサギと猫耳があるんだ。ヒョウだから。あ、ヒョウ柄だから。そういうことか。これウサギのピンク。でさ、パジャマでピンクとか可愛いよね。ほら、ジュウさんこそいるから。ちょっとこっちで今見てたのに。なんかワンピース？オーバーサイズよ。はい。お風呂上がりにさらっとこれ一枚。そう、めっちゃ可愛い。さあ、旅行先とかにペロンって一枚持っていくのもあり。ありだね。こういう色ばっか選んだよね。これも可愛くない？そういうぐらい、あの、そんなに分厚くないのも、あ、いいね、これもいい。気持ちいい。これ、ちょっと私、今のところ一押しかもしれない。彼氏と一緒に着られるぐらい可愛いよ。男女いける。いいじゃん。夜ね、コンビニのアイスとか一緒に買いに行って、お揃いのパジャマで。私、その時、そればっかやってんだわ。そればっかやってんの。やりしてコンビニ行きたいねって。やりたい。これさ、私去年着た、去年でも今年のさ、ルックブック1月あ、着てたよね。3月に来たよね。思った思った。でもここはね、着てる。この首の部分、リボンがね、ちょっと素材がこういうのだから、ね、なんかいいよね、締まるよね、ちゃんと。私、首結構大事なの。ここ寒くてさ、そう、首から逃げるからね、熱は。パールキットの生地だ。欲しい。これ良くない？待って、みおさん絶対似合うわ、それ。ね、この色めっちゃ似合う。私、この形のパジャマいつも着てる。いいよね。すごいの見つけた。ちょっとまた GU 人がいますよ。すいません。GU だから。あ、何を言ってます？すいません。流そう。これすごい。何？触って。あ、気持ちいい。シワにならないやつだ。そう、しっとりふわふわもちもち、全部全部全部。本当にそう。裏がさ、この裏肝で、でも表がなんだろう、この餅？ね、餅みたいな。なんか全部揃ってる。あ、これは触れたくなるよ。可愛い色も。あ、ちょっと待って、また自由な方がいます。すいません。下にやっぱりそう。下にやっぱりこれ手が絞られてるからさ。あ、いいね。顔を洗う時とかの感じだよ、これ。待って、ハイネックもある。ピッチ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 。あ、ワンピース。あっち早いですよ。あ、見て。あ、待って、あの素材と一緒？一緒。一緒？一緒のワンピース。それはちょっと激アツですけど。それよりも何よりもさ、インナー。本当だ。待って。ルームインナーってこと？これって。それがスタイルヒートっていうあったかインナーですね。あったかいの？これ。すごい。この可愛さであったかさも。そのハマり方ある？あったかいこのインナーってさ、結構無地なものが多い中で、こういうちょっとレースとか可愛いね。ハートネックもあるよ。これもあったかいやつかな。これもあったかインナー？てかさ、あの、これもないじゃん。見えないようにさ、ね、大きめカットなんだけど。すごい考えられてるのがわかるよね。今季さくらちゃんが大好きなチャコールグレーがたくさんあるね。おー、いいよ。こればっか見ちゃうもんね。かわいい。え、見たい。こんなもあるよ、アイス。かわいい。こんなんってさ、ちっちゃい子がさ、こうやってさ、かわいい。かわいい。ちょっと、お出かけできるよね、これ。え、ね、ディズニーとか行けるもん、これ。ディズニー行けるよね。あ、白くか。かわいすぎない？可愛いが渋滞してるな。めっちゃ可愛い。あ、可愛い。これさ、ほらほらほら、手
アでいけるよ。あ、くまった。え、もしかしてだけどさ、このさ、あのパジャマとかでホームクリスマスパーティーしてない？え、で、耳だけクリスマスにつけて、え、これやろうよ。で、チキンとか食べて、ケンタとか食べて、やってみたい。誰の匂いにするかさ、ちょっと後で見よう。そうね、そうだね。男性はあれなんだ、トップスとボトムスの色が違う組み合わせになってるんですか？おしゃれじゃない？おしゃれじゃない？待って、私これ普通に分からんもんね。ね、ウェアなんだ。いいじゃん、普段で着ても可愛いもんね。全然いけるね。え、ちょっとこんなん着ていただいたらさ、もうすり寄っちゃうじゃん。ねえ、すり寄っちゃう。もちもちだよ。また自由な人がいます、あそこに。ねえねえ、かわいい。みんな自由だね。私こういうの着てほしい。あ、いいよね。これぐらい。シンプルでいいよね。わかるよ。なんか妄想膨らんじゃうね、こんなのさ。え、男性のさ、パンカーって好きなの？大好き。わかる。わかる。なんかなんであんなさ、男性のパンカーかっこいいんだろうね。大好きなんだけど。めっちゃわかる。今のところ素材が全部優勝しすぎだよな、ね、これ気持ちよすぎるもん。弟とかもそうなんだけどさ、男性の方がこういうチクチクとかさ、素材感気にするよね。わかるわかる、めっちゃ気にしない。めっちゃわかる。これとかだったら絶対。うわ、気持ちいいな。いいね。どうしよう、全部可愛いな。でもこの首のさ、これが長くなったら嬉しいですね。袖も袖まくりしても落ちないようにゴムがなります。洗い物いいんだこれ。ねえ、洗顔ね。洗い物ね、めちゃめちゃ考えられてる。どうしよう、迷っちゃうね。どうしよう。このタオル素材もめっちゃ好きだな。わかる。でもなんかネイビーの方がなんかしっくりくる感はあるけど、でもなんかピンクも可愛いし、パジャマピンクで彼氏みたいなのはありかも。どの色かな。絶対ピンクじゃない？ピンク、ピンク、あ、似合うね。あ、それもそう、あのパーソナルカラー的にもピンクかな。それにしよう。よし、はい、ということでちょっと着替えてまいりました。かわいい。ありがとうございます。お待ちでした。すいません、ありがとうございます。本当にかわいいね。スリッパもいいね。でしょ、なんかね、上とスリッパが同じ柄で、下は無地なんですけど、ちょっとヒョウ柄なので、ちょっと猫耳でこんな感じで、普段なんかあんまりこういうのしないんですけど、なんかテンション上がってます。かわいい。ふわふわで気持ちいい。ちょっとこんな感じでお友達とね、お揃いのルームウェアとか着て、なんかインスタ映えとかできそう。こうやってなんか顔タイプ的にもさ、その柄あってね。あ、確かに。でも本当にね、着た瞬間のね、着心地がね、最高すぎて、一日今日これで YouTube 撮りたいです。わかる。これお値段はちなみにおいくら？2990円。え、これセットでですか？そうです、セットで。買わなきゃ。え、これ全種類買えばいいじゃん。じゃあもう、ね、ここのやつ全部買いたくない？ね、じゃあ水木金土日で全部、ね、毎日違う。あ、ポッケついてるじゃん。あ、本当だ、下にある。うわ、最高。待って、しかもね、足首がね、なんかちょっとだけキュッてなってんの。この締め付けないほどだけど、こっからちょっとでも空気がちょっと入らないような感じになってて、最高すぎる。続いて私はうさ耳を着ました。かわいい。めっちゃ可愛くない？耳が長いの。あ、ほんとめっちゃ長いね。そう、今年うさぎ年だからなんだって。可愛くない？これでさ、わがままとか言われたい。もう言われたいんだ。言いたいんじゃないか。言われたいんだ。そう、私はグレーを着てるんですけど、マネキンはこのピンク。どっちの色も絶妙なカラーが可愛いの。しかも、モコモコで本当に肌触りが良くて、ここもね、ちょっと厚めになってるのと、上はポケットない分、下にね、ちゃんとポケットついてるの。このウエストのゴムも締め付け全くないから、何の、もうなんか楽ちんすぎて。この耳垂れてる感じ可愛くない？長い、やっぱ可愛いよね。ここもさ、開きすぎてないからすっごいあったかいの。ここね、可愛い。これならさ、朝も隠せるよね。そうだよ。おはよう。むくんじゃってもさ、耳でさ、おはよう。おはよう。こうやってね。かわいい。そんな感じです。こんにちは、くまです。
あの白が可愛いなと思いつつ、でもこの色もめちゃめちゃ着てみたら可愛くて、後ろ姿が可愛くない？可愛いよ。耳がちゃんと立ってるのが可愛い。なんかさ、このちょっとさ、ズボンとの色のちょっと違う感じも好き。でゆりなさんも言ってたんですけど、この足首のところがね、ちょっとだけキュッてなってるから、クシュクシュっていうなるのがめちゃめちゃ可愛いです。でポッケもちゃんとあります。あったかいね、これ本当に。なんかもうぬくぬくしちゃって眠くなってきてる、ね、色味はこれと白と、あともう一個チャコールグレーがあります。2990円。コスパ最高。よくない？1万円ぐらいだって払うもん、ね、そのぐらいのクオリティだよ ね。本当になんかもう幸せな着心地、ふわふわです。はい、ということで私の2着目のラウンジウェアでございます。これはですね、あのミルクラウンジっていう生地らしくて、なんか本当にその名前から想像ができるぐらいの柔らかくて肌を保護するような素材、ふんわりもっちりしっとりみたいな、が全ての要素が詰まったような生地になってます。さっきのあのヒョウ柄のに比べるとやっぱだいぶ軽めの素材で、例えばなんかクローゼットとかでかさばっちゃうから、冬でもあったかいけど薄めの生地がいいっていう方にはすごくおすすめのパジャマだと思います。裏肝になっててめちゃくちゃあったかいのに、表はちょっとスウェットっぽい生地で、なんか不思議なんですけどめちゃくちゃ軽いのにすっごいポッカポカです。結構ね、こういうゆったりサイズなので、もう肌の締め付けゼロでストレスフリーのラウンジウェアになっております。これもちなみにお値段が2990円です。私これ全色買ってもいいかなって思ってます。はい、続いて私はワンピースを着ました。ここさ、絶妙なまたカラーなのこのワンピース。そしてちょっと高めの位置だからここが空いてないからすごいあったかくて、素材はゆりなちゃんと同じ生地なので、中は裏肝になってて、しっとり柔らかくてふわふわもっちりしてる生地ですね。なんか見た目スウェット感あるんですけど、なんか全然そういう生地ではなく、柔らかくてシワにならないから、多分タンスとかにしまってても跡がつかない感じ。なんか近所とかさ、ね、開けるよね、ちょっとしたお出かけにも全然、ね、丈感もさ、ちゃんとあのロング丈だから、確かにゆりあちゃん言ってたように近所行くとかコンビニ行くとかでも全然行ける。素材がさ、めっちゃ本当にこれ気持ちくない？めっちゃ気持ちすごいびっくりするんだけど、本当になんか肌に優しい感じ、包まれてる感じがある。まくった時にさ、やっぱ止まってくれるの嬉しいじゃん、洗い物する時とかさ、洗顔する時とか。そうでね、ちゃんと止まってくれるの。あともう一個、これさ、ちゃんとポケットあるの。最高。大事じゃない？めっちゃ可愛くない？丈感といい、色味といい、素材感といい、めちゃめちゃ好き。はい、ということで私はこれを着ました。いかがでしょうか？めっちゃ可愛いし着心地が良すぎる。後ろこんな感じです。こういうネイビーの色に白いラインと白いボタンが本当に可愛くて、このポケットがあるのもポイントかなと思います。でポケットはちゃんと下のズボンについてました。で表がこれ結構タオル生地なんですけど、中がね、これも裏肝になってるそうです。だからこんなになんか薄く見えるのにちゃんとあったかい、すごく軽いし窮屈な感じが全くないなって思います。ピンクもねめちゃめちゃ可愛くて、またちょっと印象違う感じ、大人っぽく見えるネイビーと可愛らしさいっぱいのピンク。ピンクの方ラインはグレーっぽい色になってます。こちらのお値段も2990円ということで安い。もうここに並んでるものすでに店舗にあるものあるそうなので、早速私たちは自由に走りたいと思います、うん、はい、もう眠くて眠くて、なんかパジャマ着て暖かくなって、みんな首が止まらない感じになってました。絶対なんか快眠だねこれ、ね、すごいよ。来て
ちわかったよね。あ、わかる。止まらない時点で。あ、これもう体が寝ていいんだって思ってるもんなって。そう。目がどんどん閉じてきてますが、皆様もぜひ GU のラウンジウェア見てみてください。ということで、この動画がいいなって思ってくださった方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録お願いします。ではおやすみなさい。